皆さんこんにちは、ラピッ TV です。 Google Earth の火星バージョン Google Mars で見つけた不思議な場所、今日は昨日の動画に続き驚きのこの Google Mars にも人工建造物らしくい基地を発見しましたので、果たしてこれは人工物なのか何か、みんなと一緒に今日も検証していきたいと思います。では写真の方からです、どうぞ。はい、こちらですね。まずこの小さく写っている白いもの、果たして虫みたいに見えますが、この火星の表面のこれは人工物なのか、果たして知的生命体が作った基地なのか検証していきます。次の写真です。だんだん大きくなります。これですね、果たしてこれは何でしょう。私が見つけた不思議なもの、今日は Google Earth の火星バージョン Google Mars で見つけた火星の基地らしきものをお見せしております。さらに拡大していきます。1はここになります。火星の、あとで座標は下の概要欄にいつものように貼っておきますので、それをここにコピってもらうだけで見ることができます。そしてこれですね、拡大したところ、私は火星の位置といった具合でこれをお気に入りに入れております。これです、円柱形の長い筒状のこういったものがあります。面積的にはこの大きさらしいですね。広い何か、この辺は何があるのか分かりませんが、この辺にも何かが見えております。明らかにこれは筒状のこういった基地となっております。まあこれを火星に築くならね、もううってつけのパーツですよね。ここ円柱形のものをここで結合している形になりますね。一つずつブロック的にこれは基地を作った感じがしますので、まあ、人類が秘密裏に建てたのか人工物なのか、果たして知的生命体のものなのかをさらに見ていきます。次の写真です。はい、見やすくしました。どうでしょうか、円柱形のものです。さらに、はい、これ色がちょっとね強調されるように月じゃなくて火星の色に合わせました。はい、マーズの色、こういった感じで光沢があって、ここ違いますよね、色が。そしてこういった何かね、クランクシャフトにも見えますね。エンジンのクランクシャフトみたいな形をしているといった構造物が見えております。そして次です。はい、これ割とはっきりしております。こういった感じです。これ横方向で見せているところです。そして次の写真、これです。ちょっと引いたところになります。最後にね、 Google Moon 立ち上げて見ていきたいと思います。最後までご付き合いください。そしてこれ、はい、色を変えたフィルターで拡大したところです。ほんとクランクシャフトに似てますよね。そういった形のものが、構造物がここにあります。面積的にはこの広さ。そして次です。はい、これ割と引いたところではっきり見えております。こういう形をしております。でここが、まあ、別の、まあ、平地になっているのか、こういった点々とした建物みたいな構造物もその周りに見えております。果たしてソーラーパネルのなのか建造物なのかは分かりません、まあ、解像度はこういった感じですね。今私がフリーハンドで赤で描いたのがその範囲ですね、土地面積と言いましょうか。そして今これ縦に回転したところです。こういったクランクシャフト型の円柱形の筒状のものが火星の表面にあります。そしてこれです。これ長さ測りましたね、この黄色い部分、大体ですがこれが 203.88m ですかね、 203.88m あります。幅が約40何 m ということになります。後で詳しく測ってみたいと思います。そして次です。はい、こういった感じになります。一番ねはっきり見える位置で止めたところです。こういった感じです。では Google Earth の中の火星バージョン Google Mars に移ります。こちらです。はい、これが火星となります。位置関係はまずこういったね、底の部分、お尻の部分にこういったものがあります。極みたいなものですね。そこをずっと拡大していきます。するとこういったクレーターね、
座標貼っときますのでね、ここにコピペして検索ボタンを押すとここに飛びますので、皆さんもその方法で見てください。それができない方のためにこれをお見せしております。この極の部分を見つけたら、こういった形のクレーターを見つけてください。そして拡大していきます。こういった感じです。いいですね、こういった場所を見つけて、でその中のこういった写真の部分、はい、こういった図柄ですね、はい、だんだん拡大していきます。ここではまだ見えません。それの中心部、この位置、はい、ずっと上げていきます。まだ見えません。はい、見えてきました。これです。小さい虫みたいなもの見えますよね。これが、まあ、写真のノイズみたいにも見えますが、ノイズではありません。これをずっと拡大していきます。はい、こういった位置関係に横向きにありますね。はい、先ほどは回転させて縦にしておりましたが、これがその Google Earth の中の火星バージョン、ここをクリックします。そしてこれを火星に合わせてもらうと火星になりますので、最初は地球になってますので、ね、これを火星にしてもらって、ここに検索窓に下の概要欄に貼っている座標をコピペして検索を押すとここに飛びます。ぜひ皆さんも見てください。ではこのせっかくねズームしたんで、長さをもう一度測ってみたいと思います。いいですか、ここでこういった感じで測ります。はい、まあ正確ではないですが、だいたいここまでの距離が、まあ、200メーターですね。200メーターありますね。200、まあ、直っきり200というところが不思議ですよね。約200ですね。先ほどちょっと誤差が出てました。約縦が200メーターあります。そして続いてこの一番長い部分を測ってみます。これが74.30メーター、だいたい5メーターぐらいありますね。はい、75メーターぐらい、この距離一番長いところが75メーターあります。でこの土地面積みたいなところも測ってみます。ここからここまで見えているところで、これが 257.84メーター、そして土地面積の一番長い横ですね、これがだいたい180メーターあります。そういったわけで、これもね簡単に見ることができますので、あなたもねこの定規のマークをクリックして測ってみてください。そしてここの筒の長さ測ってみましょうか。もう一度、ここが、はい、40.24メーターというふうになります。ここの幅が 40.24メーター、そしてこの縦の長さが約200メーターです。はい、果たしてこれは何でしょう。あなたの目で確かめてみてください。これは Google Moon で、Google Mars で見つけたこちらの基地らしきもの。果たしてこれは人類が作ったものではないとすると、知的生命体の基地ではないでしょうか。火星には不思議なものがありすぎます。まあこういったものを見つけるとね、すぐに消されますので、あなたも早いうちにこの座標を見てみてください。一体これは何でしょう。それでは回転しながら終わりたいと思います。はい、回転を加えてみます。こういった感じで明らかに円柱形のものがありますね、火星に。こういった感じです。あなたもぜひ見てください。これが火星にある円柱形の基地らしきもの。果たして人類が作ったものなのか、知的生命体が作ったものか、あなたの目で確かめてまたコメントください。今日は Google Earth 火星バージョン、 Google Mars をお届けしました。また不思議な場所見つかりましたら、皆さんにご紹介したいと思います。こういった位置関係になります。引いて終わりたいと思います。ぐーっと引いていきます。はい、こういったところの位置関係になります。はい、それではまたです。さよなら。